はい、就職活動したくらいあなたにね、対してね、今回はね、こちら、プーケットのカフェから、特別な情報をお届けしたいと思うんですけども、小倉直代さんっていう、とある起業家の方をご紹介したいと思うんですけども、彼女は、この、パンデミックの状態で、ロックダウン、マレーシアがね、ロックダウンしている状態の中、そのマレーシアの留学に対するニッチ、そういった専門分野ですね。そちらの専門分野で、海外留学系のサービスを、オンラインでリリースすることによって、売り上げを立てることができているっていう、そういったね、業績を、達成されている方のご紹介なんですけども、まあ、そうした、その彼女のそのケーススタディ動画を見ていただくことによって、あなたが就職活動したくない、とはいえ、まあ、他のね、選択肢を用意する必要があると思うんですけども、まあ、その中の一つとして、まあ、海外に移住して、そっちで仕事するんじゃなくて、まずなんか留学してみるっていう選択肢で、ちょっと視野を広げるっていう意味で、それを考えてみるのの一つと、あともう一つが、そのオンラインビジネスですね。自宅でも、世界中どこでもできる、そのオンラインビジネスの可能性。この小倉直美さんのケーススタディを見ていただくことによって、この海外留学の可能性と、オンラインビジネスの可能性、この二つをね、同時一緒に学んでいただくことができるんで、こちら一挙両得なコンテンツになっておりますので、ぜひね、こちらご覧になってみてください。家族の世界一のサポーターとして留学を紹介するだけでなく留学後のサポートにも力を入れてきました。しかし昨年の3月にコロナでマレーシアがロックダウンになりビジネスが大きな影響を受けてしまって、そして10月にある思いから絶対にやりたくない活動だったライブを始めたことで売り上げだけでなく理想のコミュニティも実現、さらに新たなビジネスも生まれつつある、その極意を今日お伝えしてくれるということで、それではですね、ご紹介したいと思います。小倉直代さんです。直代さん、どうぞ。すいません。皆さん、こんばんは。マレーシア在住の小倉直代と申します。私はですね、ブランディングと、コミュニケーションデザインの専門家で、そして、プロデューサーをしています。本日はですね、こちらのタイトルにある通り、制約率 80% の秘密、行列のできるビジネスの作り方のヒントをお伝えできればと思っています。よろしくお願いいたします。はい。ですね、私は、日本とマレーシアで2社会社を経営しています。もともとですね、雑誌と広告の編集者がキャリアのスタートでした。そして、日本のですね、デイジーズという会社では、マーケティング、ブランディング、マーケティングの、お手伝い、中小企業さんが、クライアントに多いんですけれども、はい、その他、ウェブ制作、グラフィックデザイン、そして動画編集などの、制作チームも持っています。マレーシアの会社ではね、今ご紹介に扱ったように、デイジーのハンドルネームで、ワクワク海外移住というサイトでブログを書いています。そして、留学教育事業を行っています。はい、ですね、こちらもライフワークみたいになってるんですが、グローバル IT 企業家の武井信也さんという方と一緒に、リスギフテッドのための私塾の運営をしていたりもしています。はい。最初の情報発信で結果を出すブランディングが得意です。ちょっとね、今日は方法をお伝えできないんですけれども、この方法はお伝えできないんですが、実績だけね、ちょっとご紹介します。留学サポートサービスは、5年後の留学生を含む20人がキャンセル待ちです。ブログ1本で1年間256名の送客を行い、これ3年ぐらい前に書いてるんで、そのまま放置してるんで、今500名以上行ってるかな、みたいな感じです。はい。で、ブログだけで25万円の商品を56名に販売したり、200人の説明会を5年連続満席にしていて、初プロデュース講座の制約率 80% などを、記録しております。はい。その極意をちょっとね、今日は特に最後の、ことをお伝えしたいと思います。はい。ローンチクラブに入る前、ぶつかっていた課題なんですが、2020年3月、コロナでね、マレーシアがロックダウンしました。もう散歩、外を散歩するだけで逮捕者が出るというね、世界的に見ても非常に厳しい状態になりました。おかげでですね、新規留学生ゼロ、学校説明会とかね、もういろんなものが、ありとあらゆるものがもう全部キャンセルになって、個別相談も10分の1に激減しました。今ね、ちょっとずつ回復してますけども、本当にひどい状態でした。で、さらにですね、昨年の8月、学校が再開してみたら、多くの留学生たちがもう本帰国して、もうマレーシアを撤収してしまってたことが分かったんですね。で、私、これにすっごいショックで、愕然として、で、なぜならですね、私が今、ガーディアンとしてですね、こうサポートしている留学生は、今、マレーシアに現在滞在しているだけで16人、日本にいる子も合わせると20人を超えるんですけれども、その子たちね、誰一人辞めてないんですよ。うん、まだ
この1年以上経ってる中でも誰も辞めてない。なのに多くの留学生が日本人だけでなく中国人も韓国人もみんな帰ってしまってたんですね。で、私はもうそのことにやっぱりショックだったし、あと腹も立った。なんか私たちの仕事って本当にこう、何て言うの、学校を紹介するだけじゃないじゃないかっていうことを本当にね、声高にもう言いたいなって思って、ね、適切なサポート、支え合うコミュニティがあれば留学生たちはね、もっと学び続けられたかもしれないって、思ったんです。そこで、めちゃめちゃライブはやりたくなかったんですが、もうね、伝えたい思いがそれを超えました。で、9月に、昨年9月にローンチクラブに入門し、10月からですね、無料ライブイベントをもうすぐやりました。で、売り上げをね、実際に上げることができただけでなくて、マレーシアをね、目指すご家族の理想のね、もうコミュニティがもう誕生したんです。で、今現在ですね、日本で、およそですね、55組の、有料会員様がマレーシアの留学をね、したいって思ってお待ちいただいているような状況ができています。はい、理想のお客様像なんですが、0歳から14歳のお子さんを持つマレーシア留学を、ね、移住を目指す ご家族でした。でもですね、やっぱりコロナで状況が見えないのは今も変わりません。国境が開いていません。そこで今できることは何だろうっていうことに、本当にね、ゼロから立ち戻りました。で、こうちょっとね、一旦自分の手持ちの札でこう考えると、もう積んでるっていう状態なんですよ、正直。もう何も手立てがないんじゃないかっていうような状況だったんですね。で、それをちょっとこう目線を上げて見ると、まあ、いろんな言葉が飛び込んでくるようになって、まあ、一つが私がね、すごい尊敬している神田正則さんっていうマーケティングの神様って言われる人がいるんですけど、この方が1月の毎年やってる講演の中で動画ファーストの時代だっておっしゃってたんですね。で、私この言葉、もう神田さん実は2年ぐらい前からおっしゃってたんですけど、その時はもうブログがあるからいいよ私は動画はっていう感じだったんです。で、全然だから聞く耳がなかったんですけれども、なんかね、顔を上げてみたらライブもやった後だし、やっぱり動画ファーストの時代だっていうことをすごく実感したんですね。で、私の周りで動画に困ってる人、動画で困ってる人いないかなってこうやってすごい探しました。で、私の困ってるし、神田さんのね、コミュニティの方の経営者さんたちも困ってる。で、ローンチクラブの皆さんもすごいライブやって、たくさんね、録画残ってるけれども、今忙しすぎて編集できないみたいなね、感じです。で、一方ですね、動画じゃないけど困ってる人たちっていうのがいることに私気がついたんですよ。で、それが、留学生のお母さんたち、そして駐在の奥さんたちでした。この方たちって、ビザがないから働きたくても働けないんですね。マレーシアでもうただこうなんてね、働いてる人いいなって思ってるしかないような状況だったんです。で、こう考えました。もしも留学生のお母さんたちに動画編集を覚えてもらったらどうなるだろう、どうだろう。そしたら経営者とか個人起業家の皆さんはより多くの人に価値を届けられるようになるだろう。で、留学生のお母さんや駐在の奥さんたちはビザに関係なく働ける。もうお父さん一人でね、頑張ってるのに遠慮しなくていい。好きなものが買えるとか、ね、好きな場所に行ける。で、子供たちの教育のチョイスも増えるだろうと。で、私が、本当にですね、このことをやろうと決意をしたのはこのことでした。留学生たちが学び続けられる可能性がある。実はね、経済的な理由で帰ってしまった方とかもね、結構いらしたんですよね。なので、私はなんかそのことにできることは自分がないな、自分のことでも精一杯っていう状況だったので、何かできることはないかなって思ってる中で、このことを見つけることができました。はい。で、新理想のお客様が誕生しました。ビザの問題で働けない留学生のお母さん、駐在員の配偶者の方、これからね、母子留学、家族移住を目指す方、場所に、そしてね、縛られずに自由な働き方をしたい方、これね、コロナが後押ししてくれてオンラインの時代が来たんですね。で、世界中どこでもお仕事プロジェクトという名前で動画クリエイター養成講座を、開催することになりました。しかしですね、いきなり2つの問題にぶち当たります。動画編集ソフトどうする？講師どうするっていう問題ですね。プレミアプロとかね、有名なソフトがあるんですけど、これね、もうテレビ番組とか CM とか映画なんかに使われるみたいな、すごいこう難しい、すっごい難易度の高い、でも何でもできるみたいなソフトがあって、で、
これはちょっと難しすぎるし、それにですね、ハイスペックマシンが必要なんですよ。もう50万ぐらい初期投資しないとできない。だから、お母さんたちになんか副業でとか、とりあえず動画編集をってスタートしませんかっていうのはもうちょっと無理だなっていうところですね。で、あと講師は、その、本当の動画編集者だったら、もうすごい細部にこだわって話が難しいっていうね、可能性があるっていうことですよね。で、これにぶち当たりました。で、やっぱりね、また誰がいないかなって考えたときに思い出したんです。この方ね、ムーチョさんって言うんですけど、マレーシアの在住の漫画家さんで、YouTube で実際に自分でもね、情報発信されてて、で、私のところに来て、コロナの前にね、取材をして、実際に撮ってくれたんですね。で、それをアップしたのを私が、見せてもらった時にすごい驚いたのが、まあ、これ私がね、大口を開けてるのに驚いたのではなく、すごいね、テレビ番組みたいな出来だったんですよ。すごい上手にできてて、で、ムーチョさんに私聞きました。え、これ誰が、ね、編集したの？すごい上手なんだけど、ね、なんだったら紹介してぐらいの距離で言いました。そしたら、自分でやりましたって言うんですね。で、って驚いて、それで、じゃあ何ソフト使ってるの？プレミアプロみたいな感じで聞いたら、いや、iPad で作りましたって言って、僕 iPad だけでやってるんですって、みたいな。で、iPad だけだったらできるんじゃないか。このレベルに行けたらもう十分なんじゃないかっていうことになりまして、ムーチョさんを口説き落としました。そして、マレーシアのインフルエンサーの、ムーチョさんに、講師になっていただいて、で、コンセプトは世界中どこでも仕事プロジェクト、そして、ゼロから iPad で動画編集という講座が誕生したんです。はい、順番に中身をご説明していきます。3日間の無料ライブ講座をやりました。こちらにですね、なんと270人もの方が参加してくださいました。そしてですね、7日間の、有料チャレンジ講座をこの中でオファーしたんですね。で、成約率、26%、およそ70人の、およそというか70人の方がご参加いただきまして、これも結構ね、いい数字だったと思うんですけど、この7日間が終わった後に、45日の講座を、オファーしたんですが、これがですね、70人から56人が、進んで、成約率が 80% だった。ちょうどね、今の開催中で、講座生も結構見てると思うんですよ。皆さん見てますかみたいな感じです。で、売上なんですが、およそ320万円の売上を上げることができました。45日のね、ちなみに有料講座の方は、まあ、お母さんたちターゲットっていうこともあって、あまり高くし、もうギリギリのところで5万円っていう、大体金額でお出ししたっていう感じです。はい。はい、集客方法です。ブログ、メルマガ、公式 LINE など、私が持っているオーガニックのリストもフル活用しました。そしてですね、ツイッター、講師が1万3000人の、ね、インフルエンサーということで、結構使いました。そして、ツイッター広告を、ね、利用しました。実はですね、マレーシアに、マレー語政府、毎日、ね、コロナの政府発表があるんですけど、それマレー語なんですよ。でそれをわざわざ、日本語に、ね、翻訳して、毎日出している方がいらっしゃって、でその方がね、もう、マレーシアに興味がある方とか在住の方ってみんな見てるんですよ、毎日。なのでそこに、1日1000円でね、広告出させてくれるっていうんで、応援の意味も込めて、ありがとうの意味も込めてお出ししたところ、およそ80人の方が参加くださって、CPA 1人当たりの広告費88円というね、素晴らしいコストで獲得することができました。はい。で、70人から56人制約の秘密です。なんですが、これ3つあります。すべてはこの7日間チャレンジに秘密があります。はい。講座前なんですが、参加特典として、マインドセット講座を、お付けしました。で、これは準備体操です。で、なぜこれをつけたかっていうと、お母さんたち本当になんかこう、SNS が苦手、もう YouTube なんか投稿したこともないみたいな方も結構いらっしゃるんですよ。なので、まずね、ご自身が与える人に与えて、いいねをしたりとか、コメントしたりとか、与えるっていうところに立ってもらう。そして、チャレンジする。ね、もう怖がんない。なんか失敗してもいいからチャレンジするっていうね、行動が一番大事なんですよっていうところの準備体操をしました。そして、講座中なんですが、ね、分かりやすい講義ももちろん、そして、コミュニティの力も最大に活用し、そして3つの良質な課題を出しました。これね、7日間でなんと3本の動画ができたんですよ。もうすっごい皆さん、こう達成感と満足度がすごくって、もう本当にね、私にもできるっていうところに、今ね、立ってくださった方が、45日に進んでくださったっていう感じですね。で、はい、講義後は、次の講座のオファー、ね、特典の充実を図り、もう参加しない理由はないんだよっていうところまで、持ってきました。で、具体的に、ね、一つ挙げると、45日ね、なんか物にならなかったらどうしようっていうね、どうしても心配があるかと思うんですけど、その心配のね、してる方のために、ね、
もし参加したかったら次の講座は無料で1回参加できますよっていう特典をつけたりしました。はい、で私、イベントのプロデュースとかね、結構これまでやってきたんですけれども、今回ローンチのプロデュースを初めてやって、まず最終この3つがなんかこう結構キーなんじゃないかなって自分なりに導き出した答えなんですが、マインドセットと、超実践講義と課題、これはもう今ね無料でいくらでも勉強できる、自分でもやろうと思えばできるところ、もう超実践講義と課題を出して、そしてコミュニティですね。はい、これが3つです。しかしですね、こんなうまくいってるように見えますが、実は大失敗もしまして、3日間、無料講座から7日間チャレンジ、実はね、最終70人だったんですけど、オファー初日3人しか申し込みがなかったんですよ。もうね、私ショックでなんか寝込みそうだったんですけど、で、これね、そもそも失敗の原因っていうのは、講師がね、いい人すぎたんです。もうね、3日間ね、せっかくこんなに来てくれたから、全部の質問に答えようみたいな感じで、もうね、もう本当に、なんて、お土産をたくさん皆さんに持たせてしまったんですね。で、なので、私が最後にオファーする係だったんですけど、もう私がマウンドに立った時は、みんなもうすごい、なんか、ああ、もう大満足って言って、もう帰ってしまってるようなくらいな、気持ち的にはね、まだそこには言ってくださったと思うんですけど、感じの雰囲気になってしまった。じゃあ、これをね、どうやってリカバリしたかっていう話をします。ですね、これね、次の日に Q&A 講義をしました。そして、ね、How ではなく Why を伝えました。私がなぜこの講座をしようと思ったか、皆さんにどういうふうにね、なぜ皆さんにこのようにチャレンジをしているかっていうようなことを、なぜっていうことに絞って、お伝えしました。で、その結果、2日目に、ですね、40人を超える方に、ね、はい、いただくことができて、もうその後特典にね、早期特典につけたグルコンをこなすのがすごい大変だったっていうね、ことがあったほどです。はい。これね、私のじゃあね、ホワイをね、ちょっと最後にお伝えさせていただけたらと思います。私たちは何度でも立ち上がれるんです。欲しい未来はいくつになっても作れるんです。共にチャレンジし合える仲間がいる人生は、豊かなんです。こんな風に考える大人が増えたら、どんな世の中でしょうか。私のコミットメントは、留学生とその家族の世界一のサポーターです。そしてそんな私は、日本を諦めない、世界はもっと良くなるって本気で信じています。これはなぜかというと、私が5年以上にわたって、留学生たちを見てきたからなんです。最初ね、11歳とかで、もう、ママみたいな感じの子が、もうランドセルね、背負ってるような子が、単身でこっちに来るんですよ。で、最初も大丈夫かなみたいな感じで、もう見守ってるんですけど、1年、2年、3年経つと、どんどん弾けてきて、私の今持っている留学生は、複数名、奨学金を得ている子もいるし、音楽とかスポーツとか、それぞれね、得意な分野で活躍をしています。そして自分の将来を逆算して今必要なことをということで、中国語とか、ビジネス、経営学ですね、経営学、会計学なんかも中学生、高校生で勉強してるんですよ。すごいことだと思いませんか。こんなね、グローバル人材が今世界でね、育ってるんですよ、マレーシアで。で、私はそのことを見ているので、本当に彼らがね、大きくなった時に世界はもっと良くなるって本当に確信をしています。池田先生がビッグワイという言葉を時々使います。This is my big why です。子供の才能と未来を応援する。そしてこの子供っていうのは子供自身でもあるけれども、お母さん、ね、子供を持つお母さん、そしてたった一人のお母さんから生まれてきたあなた自身のことです。私は今回のローンチで、仲間たちと共に新しい価値を社会に届ける。そのことにね、これが私の新しいミッションだ、そんなふうに今思っています。はい、ご視聴どうもありがとうございました。はい、直子さん、素晴らしいスピーチ、シェアありがとうございます。
はい、はい、ここまで動画をご覧いただいていかがでしたでしょうか。もしこの動画が役に立った、良かったよって方はグッドマークボタンや、チャンネル登録、通知ボタンの設定をぜひ、お忘れなくしておいてください。そうするとね、また続き、また新しい動画更新された時にあなたにお届けされますし、そのグッドマークボタンを押していただくと他のね人たちにもこう拡散されやすいように YouTube のアルゴリズムができていますので、この動画が役に立った他の人にも、ぜひねお知らせしたい、でもシェアするのはちょっとめんどくさいっていう方はグッドマークボタンだけでもねぜひね押していただければと思います。はい、それでは、次回の動画でもまたお会いしましょう。